真夜中の狼たちがうろつき回るダウンタウン、イエローキャブのクラクションが心地よくブルースしている。目の前の摩天楼のイルミネーションは華やかすぎてどこかよそよそしい。またやってしまった、女だてらに口笛なんか鳴らして。私おしゃれって全く関心ないのね。着る洋服とかそういうのもあんまり気を使ったことないんだけど、まあショッピングに出かけても、あ、これいいなと思うとね、もうすぐに買っちゃうという衝動買いが多くてね。で、普通衝動買いするとみんなすぐ飽きるっていうじゃない。だけど私全然飽きないで、もういつもそのパターンでやってて、で、なんていうのかしら、今年流行りみたいなさ、そういうのってやっぱみんな着てるからさ、同じもん着たくないと思うし、意外と流行には遅れてる方かな。
私が一番ホッとする時ってやっぱり家帰ってちーくんとつっちゃん猫に会ってね、ベッドの上で寝っ転んでロック聞いてる時かな。そういう時って何も考えないでただボケーっと天井見てる。アルカポネ、チャールストン、キャディラック、ビッグシティ、ミッドナイトクルージング、シンデレラリバティ、モータウン、男、女、摩天楼、グレイハウンド、ホワイトソックス、インディアンサマー、ザ・ループ、シアーズタワー、バドワイザー、イヤリング、ブルース、ロックンロール、シカゴ。三原純子ってね、
よく大人っぽいとか色っぽいとか言われるじゃない。だけど全然そんなことないのよね。みんなで遊んでる時とかね、実はほんとすごい子供だったりして、よくジュークとかに見られないって言われるけど、もう素顔なんかはめちゃくちゃ老眼だしね。三原純子ってだからみんなが思ってるのとはだいぶ違うかもね。
世の中にはいろいろ男っていろんなタイプいるよね。で、二枚目とかいるけど、そんなんじゃなくて、例えばその人がなんか悩んでる時とか、自然に男の友達が集まってくるような、そんな男にモテる男、私そういう人好きだな。夜が始まる。昼の喧騒が嘘のよう。キラキラと怪しく光るイルミネーション。シルクの肌触りが気持ちのいいファンデーション。ハッとするような私自身ですらセクシーだななんて思ってしまう。ドレスに着替える。少し高めのヒールにピュアレッドの口紅。
二人は